はい、カキです。今回はまあ俺ダークアリス好きなんで、ちょっとダークアリスのデッキを組んでみました。まあなんとかね、勝率5割から6割ぐらいはいけるんで、ちょっとね、皆さんにその実力をお見せしましょう。ではいきます。はい、では1戦目いきます。相手は、お、ウィッチか。ウィッチは結構ね、超越相手でも耐えれたりするんで、まあ、ワンチャン。てか先行やし、いけるんじゃないかな。よし、スカルビースが欲しかったけど、まあいいでしょう、2コストあるし。早く。よしよし。あ、引きの挟ん勝った。うわ、相手手札めっちゃいいな。力比べた。知恵の人、よしよし、何にもしんかった。 OK、 レベレヌス出す。3ターン目はグリームに目でも引けたらよかったんやけどな。お、土か。土相手なら、土相手だとあのね、あいつダークアイスをね、消滅させられる可能性、消滅させられたり、編成の技術使われたりして、あとネズミに変えられたり、結構ねこれはきついかもしれん。うわー、幻覚の技術か、うつうざいな。デモミタか、もうゾンビパーティーかな。とりあえず土を、相手の土を減らしておく。で、次はレビか。あ、違った。おー、よかった、土破壊しといてよかった。で、セーバーオルタで返せるな、これ。すごいな、ほんとセーバーオルタの性能はすごい。ぶっ壊れてないかな、セレスとセーバーオルタは。ちょっと強すぎる。素晴らしい。華奢な技だな。遅い。ネクロマンス2で、ね、2点ダメージなんで、かなり使いやすい。さあ、次はお、ちょっと考えとるな。おー、よしよし、オッケー。土をね、破壊しといてよかったな。俺相手あんま回ってねえな。よし、これで相打ちやで。いいぞ。よしよしよし。あとはもうちょっとなんか、おお、不死者か。不死者はいらんな。デモイター使ってドローをしてる。スカルビースト、まあいい、いいですよ。打率欲しいけど、もうこっからが土の怖いところ。 6PP から破砕とかネズミとかレビとかね、こういうカードもいっぱいあるんで。よし、ゾンパ、ゾンパやな、こりゃ。ゾンパで破砕の秘術を引き出す。多分破砕秘術かレビを使ってるはず。これでなどに負けませんよ。違った、なんか普通に勝てるんじゃない、これ。普通に顔面殴りまくってれば勝てるような。あ、ちょっと待って、相手が顔面詰めてきた。相手もしかしたら勝つ算段があるんかもしれんな。もうなんだろう、死者。まあまあ、不死者アサシンやな、こりゃ。突然無除去。まあ、これ普通にダリス使わずに勝っちゃうね。さあ、勝たしてくれ、頼む。
できればダリスを出して勝ちたかったけど。おーしおし、いいぞ。おー、いいよいいよ。相手全然回ってないな、本当に。おー。おー、マジか。あ、間違えた。これで全部取る。で、顔面投げといて。で、セーバーオールド。よし、勝ちやな。どう来る？これ返せんやろ。オズでネズミ使われても大丈夫やし。うん、これは勝った。破砕、破砕使われても大丈夫やし。武闘、いやいやいや、まあまあいけるっしょ、さすがに。ルーン、うん、完全に大丈夫やろ。よし、勝った。オッケー、なんとか。はい、では2戦目いきます。はい、またドラゴンか。またあって、あれ取り直してるんでね。今取り、5戦中4戦ドラゴン。はい、こんな感じですね。いやー、マジドラゴン多すぎよ。ほんと、今の環境6割くらいドラゴンなんじゃないか。まあ多分月末に、原初の竜使いがナーフされると思うんで、多分ね、まあ願望やけど、そっからどうなるかやな。そうなったら、あと展開への階段もナーフされるかな、多分。そうなってくると、どうなるやろうな。やっぱロイヤル、ロイヤルが天下取るんかな。さあ、よいしょ。よーし、ベレヌスだ、ベレヌス。さあ次は、なんだろう、ドラゴンの2ターン目、竜の託戦。ドラゴンサムだな、うん、なるほど。まあ、フォロワー取っとこうか。どうせ顔面殴ってっても回復されるんで。ちょっと不死者は、原初の竜使いを出された時のためにちょっと取っときたいな。私、強くならなきゃ。原初を取れるカードがね、なかなか。そんなに多くないんで。さあ4ターン目は、なんだろうな、サラマンダブレスか。うん、悩んどる、悩んでます、悩んでます。長えな。そんな考えることあるか。ほらな、ね、予想通り。ドラゴンさんだ。おーし、オッケー。まあデーモンイーター使ってドローするか。まあまあまあ、ソウルコンバースだよな。まあ、満足したわ。まあ、1枚使っていいでしょ。こうすれば水粒子に出しにくくなるやろ。ない。ああ、そうそう。そんで、今、2300ポイントしかないんで、こっからどうなるか。あと10日、あと約10日で漏れるのか。これはもうネクロアスシンな。さすがにちょっとどうしよう。
ネクロアサシンとしちゃうから。オッケー、これでいいでしょう。原初、原初来い、原初は。ネクロアサシンで取ってやるよ。原初。あのサラブレあるかもしれんな、もしかしたら。悩むね。相手悩みますね。まあ皆さんどうですか？そのランクマッチでドラゴン多すぎてうんざりしてませんか？なんかロイヤルが結構嫌っていう意見もあるけど、俺はやっぱドラゴンがね、ドラゴン相手だと長期戦になるし、アグロロイヤルならまだ負けるにしてもさ、勝負がすぐつくからまだマシかなって思うけど、ドラゴン本当はなんか10ターン目にね、竜の陶器と水流神とかそういう風に回復回復ってなってすごいダラダラした長い戦いになるんであんま好きじゃないですよ。うん、これも完全に相手は原初出したい。あースタフェニックスね。なるほど、原初出したいんやろうなって感じやな。エレス進化で取っときましょう。で多分向こうは原初出してくるんで、さあ来い。来ない？来ないのか？うわ、方向かよ。マジか、そっちか。方向はめんどくさいわ。めんどいどころじゃねえな。勝てん。勝てんくらい？いけませんわよ。これでもうジェネシスドラゴンでも出されたら一気に進化込みで14点。うん、大変だな。力比べ使うか。これもしかして原初じゃないわけないわな。まあさすがに方向を出したらバハムートが出てくることはないんで、うん、おっなるほど。ダリスこい。うわーふっしゃー、ふっしゃねー、ふっしゃ力比べしとくか今のうちに。攻撃しづらいやろ。いや、ダークアリス来いよ、ダークアリス。これダークアリスいければワンチャンあると思うんやけど。うん、なんだ、どうすればいいんやこれ。竜の投手馬を回復されるな。スターフェニックスで、うん、いけ、右の方、よし、いいぞ、右、右、右、よし、うまい、ナイスエイム。ダリスいけ。うわー、セレスか。もうダリスさえ引ければな、全然可能性あるんやけど。すべてを愛してくださいますね。きついな、これ。相
ってそんな決め手にかけとるんかな。ジェネシスドラゴンでも出せばもう勝負決まると思うんやけどな。おお、方向2枚やりすぎやろ。エンコン、ダメだなこれ。ダリス引くしかないのにダリスが引けない。ダメだ。聖者ってうるさすぎ、何も聞こえない。頼む、まあ、一応もう一ターン大丈夫やと思う。あー来たか、ダメやった。ダリスが引けないばかりに負けてしまいました。ダリスさえ引けていればって感じだったけど、残念。ではこんな感じですね。今日の動画ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあありがとうございました。失礼します。